はい、皆さんこんにちは。では今回は前回に引き続いてエピサイクロードをやっていきましょう。で、次回予告でね、前回説明した通り、今回は A が2で、まあ、つまりね、固定された大きい円の半径が2で、今からコロコロコロと回るちっちゃい円の半径が1であるような、エピサイクロードについて考えていきます。ね、面積だね。そうすると A が2で B が1なので、まあ、円はね2周しますと。そうすると大体こんなような曲線を描きます。でこれの作られる面積、この内側の、ね、面積を今から求めていきます。で A が2で B が1だった時、まあ、この間出したね A と B で表したエピサイクロイドのまあ公式みたいなやつに、まあ、入れてもらうとね、まあ、3コサインシータマイナスコサイン3シータ3サインシータマイナスサインの3シータ、まあ、出てきます。まあ、ただ実際の入試問題解く時には、まあ、A と B の、ね、公式を覚えるの大変だと思うので、例えばね A が2で B が1だった時、またはねそうじゃない時、例えばね A が1 B が1とかね A と B の値が同じとかいう時に、実際にねこういうような公式が出せるかどうか、実際に絵を描いてね A と B で出したような同じ方法でね出せるかどうかって確認しておいてくださいね。でそうすると今回求めたい公式、面積は、まあ、こんなような感じで、まあ、明らかにね上下左右これ対称です。なので、まあ、求める面積はここの、まあ、全部の面積の4分の 1に当たる部分、ここを今から求めていきましょう。ただし前回も説明した通り X 方向でね積分した方がいいのか Y 方向から、ね、積分した方がいいのか、ここはちょっとねしっかり考える必要があります。なんでかっていうと、これね X 方向で積分するとここの部分がくぼんでます。なので一回ここのねちょうどねこの接線の傾きが0になるところまでもし X 方向からね積分するんであれば積分して、その後ここのへこんでる部分を引かないといけないですよね。こう戻らないといけない、一回こっちに行ってから戻らないといけない。うん、まあ、こう考えると積分区間をね、まあ、2つに分割しなきゃいけないのでちょっと面倒くさいです。なので今回は Y 方向から積分していくことにしましょう。ここまでいいでしょうか。そうするとざっとね書いておくと、4分の S ね、4分の S、 4分の1に当たる部分の S っていうのはここ A が2で B が半径1なので直径は2です。だからここ上 Y の値はここ4になります。だから区間は0から4まで、0から4までの Y で積分する X の DY と、はい、こうなります。でこれをシーターで、置換積分しましょう。そうすると X で DY d シーターかける d シーターと。で積分区間なんですけど、わざわざねここにY のところにねここの3サインシータマイナス3の3シータが0の時と4の時って求めるんじゃなくて、これ明らかにさっきね最初に考えたここのシータに当たる部分っていうのは0から2分の π までです。だからここは図からまあ明らかなので、まあ、わざわざねあんまり計算しなくて大丈夫です。だから0から2分の π と。でシータで考えるとこうなります。インテグラルの0から2分の π までの xdydθ×dθ と、はい、こうなります。であとはもう計算するだけですね。じゃあちょっと右に移ります。そうするともうガツガツ計算していくだけなんですけど、それぞれね値代入していきます。そうすると3コサインシータマイナスコサインの3シータ、それから3コサインシータ、これ微分してます。3コサインシータマイナス3のコサインの3シータと、で D シータ、まあ積分区間はね0から2分の π と。でまあ3をねここ共通なんで前に出しちゃいましょう。3を前に出して中もうこれしょうがないんでそのまま展開します。そうすると3コサインの2乗シータマイナス4倍のコサインシータコサインの3シータ、で足すことのあれ3倍かな違うな、コサインの2乗の3シータで D シータ、でまあこれを計算すればいいと。でまあポイントというか、まあねこれコサインの2乗とそれからコサインとコサイン3シータと、まあ、つまりね半角の公式にするやつと、積和の公式か
にすりあえず2つ入ってるのでそこは注意しましょう。そうするとまあね、ちょっと確認なんですけど、確認事項としてはインテグラルのコサインの2乗シータ d シータっていうのは、これは半角の公式で2分の1括弧1マイナスコサインの、あ、プラスだ、 1プラスのコサインの2シータっていうふうに書き換える。それから積和の公式ですね、コサインのシータコサインの3シータ d シータっていうのは、積和の公式を使って2分の1インテグラルの括弧、まあどっちから引いて足しても同じなんで、まあ3シータマイナスシータと3シータプラスシータを考えるんでしたね。だからコサインの4シータ足すことのコサインの2シータ、はい、こういうふうに書き換えて積分していきます。でまあこっちはね、まあこの授業、まあ、ある程度ね基礎力がある人をまあ対象にしてるので大丈夫だと思うんですけども、半角の公式とそれからまあこっちはね積和の公式と、でこれそれ両方とも今ねちょっと覚えてる、僕ね覚えてるみたいに言ってますけどこれ覚えてないです。これ両方ともね作れるように、半角の公式の方はコサインの2シータから作りますよね。それから積和の公式もなんだっけ、積和の公式はあれだ、コサインの加法定理を使ってこう求めていくんでしたね。だからこれ両方とも覚えるんじゃなくて自分でねその場で作れるようにしておきましょう。まあ時間がかかる、何回もやればね早く出せるようになると思うんで、これ両方とも覚えるんじゃなくて出せるように、なんかもしコメント欄とかにね出し方分かりませんっていう人が、まあ、いたら書いてくれたら、まあ確認解説しようと思います。大丈夫だと思うんですけどね。でこの2つを使ってじゃあこの積分ね計算していきましょう。そうするとじゃあちょっと左に移ります。でもこれ答えだけ書きましょう。4分の S はさっきの形にできるだけ近い形で書いておくと、3倍の括弧3かけることの4分の π 引くことの4かける0、まあちょっとすいません、もう一回右に移ってもらうんですけど、あ大丈夫か、大丈夫か、これ大丈夫です。いいですね。3倍の43かける4分の π マイナス4かける0、それから足すことの4分の π と、さっきはね積分の値をそれぞれここに代入してます。はい、で答えはこれはいくつだっけな、 S は結局これ 12π になります。 12π とね、これが答えです。いいでしょうか。でまあ今回は特にまあこれだけですね。まあ積分の計算、まあ、そんなに難しいものじゃなかった。まあポイントはやっぱりどうだろうな、あ例えばまあいないとは思うんですけど、まあ、これでね x と y がこう出てるからって言ってこれシータを消去して、ほんでこの公式にね当てはめようとするとか、まあ、そういうことはしないようにしてください。せっかくねシータで表してるんでシータのまんま積分するようにしてくださいがまず言いたいこと一つ目かな。それからあとは何だろう、まあここですね、やっぱりx 方向からね積分しようとすると行って戻ってここのねへこんでる部分引かなきゃいけないんでそれはしないと、だから y 方向で積分しましょう。あとまあ余談としてはこれ a と b がね長さが等しかった時、つまり大きい円と小さい円半径が等しかった時っていうのは、これなんだっけな、カージオイドっていう、まあ、これもねよく極座標で表されるようなやつなんですけど、まあ、有名な曲線になります、まあ、これも覚えておいていいんじゃないですかね。こうやってあって、あこれ大きすぎるな、まあ、ちょっと時間が余ったんでね余談すると、まあこうあって、まあ、同じ円がねこう2つ並んでて、こう P がねどういうふうに動くかっていうと、まあ、こういうハートマークみたいなね、ちょっとまあ形は正しくないかもしれないですけど、まあ、ハートマークみたいな感じになります、まあ、これカージオイドって言われてたりもします。まあこのぐらいかな。まあそうですね、はい。
じゃあ今日の授業はまあ以上にしましょう。で次回はそうだ、次回はあれだな、ハイポサイクロイドについてやっていきましょう。まあ、これもね、作り方と絵の描き方、それから、面積の求め方、これを3つやっていきたいと思います。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。